まもなく本日の関越車橋本徹大阪市長が来場されます。これより出初め式の開式宣言が行われます。ただいまから平成24年大阪市総合出初め式を開始します。消防車25台分当たる毎度5万人分の消防車を運用、遭難者捜索用赤外線カメラなどの最新